どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ストレートアイロンで綺麗なカールを作る方法について紹介します。はい、ということでまた今日はお人形さんでちょっとやっていくんですけど、ストレートアイロン、家でお使いのもので全然大丈夫かなと思うので、まず温度設定は140度以下で、140度以上でやってしまうとちょっとダメージが結構出る恐れがあるので、なるべく140度以下、120度とかでやる方がベストかなと思います。まずは櫛でしっかりと飛ばしますね。で、取る幅もできるだけちょっと少なめ、このぐらいの毛束でやると、結構均等に、綺麗にカールがつくかなと思います。なるべく入れたらゆっくりと通しながら回転させてあげる。そうするとクリッと綺麗にカールが入るかなと思うので、スッと通さなくちゃ、本当にゆっくり時間をかけてこのぐらいのスピードでやってあげるのがベストかなと思います。で、あと一番やってはいけないことが、こう入れるじゃないですか、グッと入れて、で滑らしてくるんですけど、どっかで止めてしまう、これが一番ダメです。これ止めてしまうとどうなるかなと思ったら、こういうところで跡がついてしまいます。わかりますかね、なんかこうピリッとこう跡がついてしまう、これがついてしまうともう今日は治らないので、しっかりとまたシャンプーとかして、濡らさないと治らない状況になってしまうので、なるべく通したら一度も止めないでそのまま毛先まで滑らしてあげると綺麗なカールができるかなと思うので、ここは気をつけてください。ではこちら側でやっていきますね。しっかりと溶かして、でなるべく毛束の量はこのぐらい、あんまり多すぎても少なすぎてもダメです。適量ぐらいでね、大体取ってもらって、アイロンを中間ぐらいからゆっくり滑らして、止めずにそのまま毛先を回転させるように、今回は外跳ねでやってます。でゆっくりやってあげると綺麗にこんな感じのカールができます。もう一度やっていきますね。後ろの部分も同様にしっかりと溶かして、中間部分からスーッと滑らしてきて、ゆっくりゆっくり止めずにカールをつけていきます。こんな感じで綺麗なカールができます。で次にこの中間の部分ですね、この辺を巻いてあげると結構ねウェーブっぽくもなるかなと思うので、ここもちょっと巻いていきます。でここを巻くときは、今毛先は外に巻いたんで、この中間のこの辺りの部分は内に軽く巻いてあげます。中間から入れてゆっくり滑らしてきてあげる。するとここに丸みができるので、このまま外してあげるとちょっと S 字っぽい感じのカールになってるのが分かりますかね。こういう風にやってあげると少しウェーブっぽく見えるかなと思うので、このままストンとしてる感じでもいいんですけど、なるべく上の部分とかもやってあげると少しルーズに見えておしゃれに見えるかなと思いますので、で今回はまあミディアムヘアだったりとかで、の長さでやってるんですけど、ロングの方だったらもう一個この辺の部分ですね、中間の部分に、次逆に外ですね、外にこういう風にアイロン入れてあげるとこういう風に波ウェーブがしっかりと出来上がるかなと思うので、よかったらこれも参考にしてみてください。で、カールの入れ方というか巻き方のこう強さのコツみたいなのもあって、でできれば、ちょっとこう半回転ぐらいグリンと入れてあげる方が最初はいいかなと思います。このぐらいグリンと、でこの中間の部分に関してもこう入れたら、中間から入れて結構ぐるっと回した方がいいです。これも半回転ぐらいで滑らしてきて離してあげると結構ね綺麗なカールが出ます。で思ってる以上に回転させないとグリーンとカールが綺麗に出ない可能性があるので、最初はやっぱりこうね
グリッと入りすぎたらどうしようと思いながらこうやって、で多分弱めに皆さんやっちゃう方が多いかなと思うんですけど、弱めだと本当にカールが出ない可能性があるので、なるべくもうしっかりと半回転ぐらいもアイロンを回すぐらいのイメージで、このぐらい回すぐらいのイメージでやってあげるとやっと綺麗に出るかなと思うので、その辺はもう皆さんのこうやっていく中でのさじ加減で全然変わってくるかなと思うので、このカールの強さの入れ方ですね、よかったらこれも参考にしてみてください。はい、こんな感じで、やってみました。でまずポイントなんですけど、もうアイロンを入れたらもう止めない、もうずっと 毛先までずっと滑らしてくるっていうのがまずポイントです。そうじゃないと跡がついちゃ こうカクンとした跡がついてしまう可能性があるので、なるべくもう入れたらもうそのままスーッと毛先まで通す。であと通した時にこうスピードですね、こうスーッて速く出しちゃうと結構ね、ほんと極ゆるのカールになってしまうので、もうなんだったらカールが全然ついてない可能性も全然あるかなと思うので、なるべくねこうゆっくりと正確にねこうアイロンをこう通してあげるスピードね、さっきやってたスピードぐらいで大丈夫かなと思うので、ぜひね、そのスピードでやってみてください。で、カールをつけるときなんですけど、思ってる以上に手首返した方がいいですね。もう本当に半回転グリッと入るぐらい。で、やってちょうどいいかなと思うので、で、毛先も結構しっかりと入りやすいんですよ。なんですけど、あんまりやらなさすぎたら全然入らないので、最初はもう思ってる以上にやってみてください。で、中間のね、このウェーブするときのこの中間のあたりも、しっかりとやってあげる。ここは結構ね、グリーンと入れても全然問題ないです。じゃないと全く後つかなかったりとかする可能性もあるので、中間は結構本当にしっかり入れて。で、毛先も、最初はしっかりと入れて、自分でこうこのぐらいのカールが出るかなっていうぐらいの回転数を覚えておくとベストかなと思うので、ぜひ皆さんそれでやってみてください。ストレートアイロンはコテと違ってやけどがしにくいので結構ね使いやすいかなと思います。なのでやけどとか怖い方はまずストレートアイロンから練習してみてやってみてください。この動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。